初代プレイフェア男爵、ライアン・プレイフェアは、スコットランドの科学者、政治家である。英国統治家のインド弁がある地方のチュナールで、病院の観察官の息子として生まれた。セントアンドルーズ大学で学び、グラスゴーのアンダーソニアン研究所、エディンバラ大学で学んだ。インドへ赴いた後、1837年の終わりに、ロンドン大学のトーマス・グレアムの実験室の助手となり、 1839年に、ギーセン大学のユスプトゥスフォン、リービッヒの下で働いた。イギリスに戻った後、繊維工場の工場長を務めた後、1843年に、マンチェスター王立研究所の科学の教授になり、ロバート・アンガス・スミスと働いた。2年後、イギリス地質調査所で働き、その後新たに創立された、王立鉱山学校の教授となった。 1848年に王立協会の会員に選ばれ、1851年のロンドン万国博覧会の委員会のメンバーを務めた。1851年にジェントルマン・アッシャーに任じられ、1853年に科学局の事務局長を務め、1855年にパリ万国博覧会の委員となり、2年後にイギリス科学会の会長となった。 1858年にエディンバラ大学の教授となった。1868年から1885までセントアンドルーズ大学及びエディンバラ大学の大学選挙区選出の1885年から受釈される1892年までリーズ、南選挙区選出の自由党所属庶民院議員。1873年に数密顧問官に列せられ第一次。 グラッドストーン内閣では、各外省として、郵政大臣を務めた。1885年に、イギリス科学振興協会の会長を任じられ、1889年に、数密院教育委員会の副委員長なども務めた。1851年に、バスクン賞コンパニオンを、1883年に、バスクン賞ナイトコマンダーを、1895年に、 バスクン賞イトグランドクロスを受訓した。1892年にカウンティオブ・ファイフにおけるセントアンドルーズのプレイフェア男爵に上された。友人のチャールズ・ホイートストンが考案したプレイフェア暗号に名前が残されている。ありがとうございます。